詩第二十話「桃園の巻呂布」「落葉の余人もようやくやんだ帝と皇帝のシャガもかくて無事に旧門へ観光になった片一行は帝を迎えるとおお!」<laughs> と共に愛用したまま しばらくおえつにむせんでいたそして太后はすぐ「玉次よ!」と帝のお手にそれを戻そうとして求めたがいつの間にか紛失していた「伝国の玉次が見えなくなったことは間質として大問題である」だがそれだけに絶対に秘密にしていたがいつか漏れたと見えて ひそかに聞くものは「ああまたそんな傍聴がありましたか」と眉をひそめたとうたくはその後ベンチの兵人をすぐ場外まで移してきて自身は毎日戦機の鉄兵を引き連れて市外往生を我が物顔に横行していた「夜なとがめられるな」 人民はと道を開いて避けた。そのころ平衆の提言、課題の大使王郷東軍の凶暴などと諸将が遅ればせに先の詔書によって上洛してきたが東卓軍のありさまを見て皆な成すことを知らなかった皇軍の皇位方針はある時遠征に向かってそっと囁いた。 どうかしなければいかんでしょう。あいつらの靴は代理も町も一色たにか歩しておる。何のことだ知りきったことでしょう。とうたくとその周りの連中ですよ。黙っていたまえ。なぜです私は安からの思いがしてなりませんが。でもこのごろようやく宮廷も少しお静かになりかけたところだからな。 方針はまた同じような憂えを使徒の王院に漏らしたけれど司法官たる王院でも当くのような大物となるとどうしようもなかった綱を携えた漁師がクジラを眺めて誕じるように「うーんまったくだ同感だだがどうしようもないじゃないか」。んをつまんで 尖った顎を引っ張りながらそううそぶくだけだったやんるかな。方針は嫌になって自分の手勢だけを引き抜し泰山の僻地へ逃避してしまった去る者は去りこぶる者はこびて当宅の勢力につき彼の勢いは日増しに盛んになるばかりだった。 トウタクの性格はその軍に彼の態度にようやく露骨に現れてきたリジュはい断交しようと思うがどうだろうもういいだろうトウタクは古行のリジュに測ったそれはかねて彼の腹中にあった格策で現在の天使を廃し、彼の見込んだ陳竜王を位につけて

招きの主人名は言うまでもなく藤卓であるゆえにその意を恐れて欠席したものはほとんどなかったというてよい文武の百官は皆集まった皆おそろいになりました自身から知らせると藤卓は容体を繕って炎門の前でゆらりと駒をおり 宝石をちりばめた剣を履いて悠々と席へ着いた「B 首玉杯」数順して「今日の宴に列せられた諸行に向かって要は一言定義したい」とう託は怒っておもむろにこう発信した「何を言うのか」と一同は静まり返ったとう託は その肥満した体をぐっとそらすと。よは思う。天使は天品の玉質であらねばならぬ。万民のケ業を集めるにたるお方であらねばならぬ。装病びをを守り固めてゆるぎなき人徳を兼ね備えておわさねばならぬ。しかるに。不幸にも神んは、白紙し弱である。 勘室のため我々親民の常に売れうるところである大問題だ菊物皆色を冷ました唐卓は席としてしまった百貫の頭上を見回して左の拳を検体にあてがい右の手を強く振った「ここにおいて弱あえていよう,うれうるなかれ初教徒」 幸いにも皇帝陳竜王こそは額を好み、聡明におわし、天出礼老、誠に天使の器と言ってよい。今や天下じ、よろしくこの際ただいまの天使にかうるに、陳竜王をもってし、帝座の配律を結行したいと考えるがいかがあろうか。異論ある者は立って意見を述べたまえ。 驚くべき大地を彼は宣言同様に言い出したのである広い大縁石に席一つ聞こえなかった気を飲まれた形でもあろうトうタクは「俺に反対するものなどあるわけもない」と言ったように自信の満ちた目で眺め回したすると百貫の席のうちから トツトシテかレつタツがした。アシタ。イセニヒトビのノクビワカのノホーミタ。へしゅーノシティングンデアル。マガハイワキリツイスタのハンタイノアル。トータクワクワトンネメテ。モグゾミオトアオモアナイ。ハンならナハンタイノイケンウヘケ。テ 天使の御意にあるものである。進化の真偽するものではない。真偽はせん。ゆえに俺は口論にたしておるのじゃ。先帝の正当なる御着したる今の帝に、何の課金やあらん、咎めやあらん。こんなところで定位の配置を偽するとは何事だ。おそらく、三脱を企むものでなくば、そんな暴言は吐けまい。 来にととうたくは「てめえれわれに背くものはしあるのみです!」宗法の袖をはねて拝見の束に手をかけた何をする気か平原はびくともしなかったそれもどおり彼の後ろには一個の異常符が厳然と立っていて。 平原に指でもさしてみろと言わんばかり、恐ろしい顔していた。らんたるその瞳、りんりんたる威風、見るからに猛標の毛がある。当宅の故郷として、常に秘書のごとくそばへついている理事は、慌てて主人の袖を引っ張った。今日はせっかくの御縁です。堅苦しい国政向きのことなどは、席を改めて、 多実になすってはいかがです」とかくしきのあるところでは論議はまとまりませんうーんとうたくも気づいたので不正不正剣のつから手を下げたしかしどうも提言の後ろに立っている男が気になってたまらなかったけれどとうたくの野望は 言に反対されたぐらいで決してしぼみはしなかった大共演の席は一時そんなことで白け立ったが主配の交換ひとしきりあるととうたくはまた立って「最前世の述べたところおそらく諸君の意中であり天下の口論と思うがどうだろ」う。と重ねてただした。 すると席にあった中老将露食が率直に彼を意見した。もうやめなさい。あまり害を押し付けようとなさると。天使の配律に名分を借りて、君子をご自身が三達の腹があるのではないかと人が疑います。昔、院の太鼓を無道でありしため。委員これを東急に放ち。 醤油が大いに登って何か孤児を引いて学者らしく還元しかけるととうは「だめでダメで貴様も血祭りに首を出したいのか!」と激怒して周囲の武将を顧み「金を切れ切っちまえ切らんか!」と指さし震えたけれど理事は押しとどめ いけませんと言った「羅職は凱大の学者です」「中老将としてよりも大樹として名が知られています」「それを唐卓が殺した」と天下へ聞こえることはあなたの不得になりますご損ですではおっぶるい唐卓はまた続けざまに怒号した「官職を引っ張り出す」 糧食を缶に置こうというものは俺のはいてで、もう誰も止めなかった。露食は缶を追われた。この日から先、彼は用心深げって城国の暗夜に隠れてしまった。それはさておき、教援もこんな風で殺伐な参会となってしまった。 定位配列の儀はまたの日にしてと百官は逃げ腰に閉会の乾杯を強いてあげた首都王院などは真っ先にこそこそ帰った董卓はなお帝源の反対に根を持って演紋に待ち受けて彼を切ってステンと剣を案じていたところが 最前から縁門の外に黒馬に踏みまたがって手に放天劇をひっさげしきりと帰る客を物色したり門内をうかがったりしている風貌非凡な若者があるちらっとと卓たくの目に留まったので彼は理事を呼んで尋ねた理は外をのぞいて「あれですよ最前提言の後ろに突っ立っていた男は」 あれかはてなみなりが違うが武装して出直してきたんでしょう恐ろしいやつです低言の容姿で玉という人間です五元軍の生まれであざ名は宝泉キューバの達者で天下無双と聞こえていますあんなやつにかまったら大事ですよ避けるにしくはなし見ぬふりしているに限ります 聞いていた唐突はにわかに恐れを覚え、慌てて園内の一定へ隠れ込んでしまった。重ね重ね、彼は両父のために提言を打ち損じたので、両父の姿を夢の中にまで大きく見た。どうも忘れえなかった。するとその翌日、こともにわかに提言が兵を率いて。 たの陣をきに襲ってきた彼は菊や稲や大いに怒ってたちまち身をよろい、陣頭へ出て見ていると確かに昨日の寮黄金の兜をいただき百花千歩を置き枯獅氏の鎧に芝の包帯をかけ包天液を下げて縦横無尽に馬上から切りまくっているありさまに。 唐卓は敵ながら見とれてしまいまた内心深く恐れをののいた。